ます。ああこれもよかったら。ニコチンゼロの。ゼロではないけど、うん、ほぼゼロ。ほぼゼロ。こういうちょっとタバコを減らしつつある減煙ですね減煙いやね、うん、してて、うん、まあ普通のタバコも吸うけど、うん、まあちょっと本数を減らしつつこういうのもちょっとごまかし程度にやったりして、うん、これ薬局とかで買えるやつ、ね、そう本当のこれ薬やから、うん、これ買う時あお薬の説明いりますかって毎回聞かれるんですあ、そんなちゃんとちゃんと薬あ、大丈夫ですって言うけど、うんうん、第二類医薬品やから、うん、一回も説明聞いてない一回も聞いてない、うん、何なんやろ聞いてみた方がいいどうやって使うもんなんやろ薬剤師の意見聞いてたそうやね次聞こう、うん、これは何グロこれはあプルーム X、うんでも、勢い余って、アイコス改装やもんね、ああ、もう。あ、そう、一周回ってアイコスの。一周回って、うん。アイコス、もういいんじゃないか。うん。タバコ好きやん、ガクたち。うん。だけど、まあ、ちょっと、もう減らさざるをえんなみたいなのはさ、うん。まあ、社会的な、どこ行っても吸えんわみたいな、うん、居酒屋一個入るにも、うん、禁煙の居酒屋ばっかりさ、とかさ、うん。まあ、単純に体もさ、まあ、心配な部分もあるやん健康的にもさ、うんうん、でまあまあいろいろあるよそれでも一個にさ、うんまあ、ほんのちょっとよ、うん、ほんのちょっとやけどやっぱマカチクでさ、うん、このなんていうの二人がバカスカ吸っててさ、うん、でもキングオブキング畜さんがさ、うん一切タバコ吸わんしさ、うん、でちょっと噂にやるとタバコの煙苦手っていう苦手っていう ね、うん、ちょっとあんま本来は好きじゃないっていう、うん、話らしいや、うん、うん、でも一切それ言わずにさ、うん、我々といる時はさ、うん、どんどん吸ってみぐらいの雰囲気でいてくれるわけや、ねうん、でそれに、まあ、甘んじる、うん、今まで甘んじてきたよその、うん、むしろ畜産をこの大先輩畜年明けじゃなくて、うんうん、割とこう対等に年齢は上やけど、うん、大先輩やけどある種対等に接していたいみたいなのがあったから、うん、こっちとしてもちょっとあえてフックというか、うん、もう逆に吸いまくるぐらいの感じで、うん、めっちゃ間違っとるけどね、うん、人として間違っとるけど、うん、でもそんぐらいこうなんかまあなんていうかわざと、うん、だから畜産と初めて会う時にさ、うん、こうやって話聞くよりは、うんまあ、ちょっと足組んでるぐらいの感じでわざと、うんお互いね、お互いに畜産ビール好きやから畜産はビール好き、うん、好きでもあれいつ飲んでもうんそうそうレコーディング中だって別に飲んでいいし、うん、じゃあタバコ吸います吸いますみたいな感じでフラットに言いたいっていうのあったけど、うんまあ、でもそれにしても普通に悪いなっていう、うん、タバコ苦手なのに、うん、なんか、うん、まあ喫煙者にものすごく理解のある大先輩や、うんうん、けどちょっとこっちがあまりにも甘んじてね甘んじすぎやなっていう、うん、普通に悪いなみたいなのがあってさ、うん、っていうのもまあ別にそれが決定的な原因じゃないけど、うんまあ、当初の想像よりもだいぶマカチクがさ、うん、こう長いプロジェクトに、うん、まあそうやね一緒にいることも多い、うん、多くなって本当しょっちゅう会う、うん、唯一のミュージシャンよね交流のあるだからしかも会うと結構長い時間さうん、あの泊まり込みでそうやねだから一晩一緒に制作してずっとガクたちタバコ吸っとったよみたいなのが、うん、こう慣れっこっちゃ慣れっこと思うよ、うん、けどたまにさ「あすいませんちょっと換気しましょう」とか言って、うん、窓開けたりするとさ「うん、ああごめんねありがとうね気使ってくれてあちょっと楽になった」って言うと「あちょっと我慢しんどかったいやすいません」っていう、うん、全然気使えてなかったみたいな瞬間何度もあるやんか、うん、そうやねあのだから僕も気になって最近さ居酒屋でさ、うん風向きがこうだから畜産変わりましょうかみたいな、うんうんうん、あそうだねって言って、うん、あありがとうやっぱ気になってたね、うん、あこっちだと全然来ないありがとうありがとうってうわ気使えてなかったと思うそうだね畜産の優しさに甘え続けて、うん、甘え続けて、うん、っていうのもあってまあちょっと禁
煙、うん、まあ減煙ちょっとずつスタートして、うん、まあ、タバコは好きなんやけど、まあ、あまりにもちょっと社会的にも個人的にも相性良くないなみたいな、うん、ちょっとやらせて、うん、これにたどり着いて、うん、この前畜産とまさに制作で集まって、うん、これ過ぎよったら畜産一切タバコ吸わんのにさ、うん、それ良さそうだねって言って吸い始めてさ、うん、1本吸い終わるやいないやもう1本吸い始めてさ、うん、連続で2本吸ってさ、うん、気持ちよくなってもうすぐ寝とったよねなんかあータバコ普段吸わないからヤニクラだとか言ってなんか寝始めてあれはグッとやったんかバッとやったんか分からんけど、ね、なんかそうだね、なんて悪いその3歳児にタバコ吸わせる悪いじゃん、不良夫婦みたいな気持ちになって、ね、うん、一応嬉しそうな反応はしとったけど、うん、悪かったかなとか思って、うん、ああやりくらがひどいとか言って、ね、もう一本いいって言ってもう一本吸い始めたよ、すぐ寝たから、あの気使ってくれてたかもしれん、それも我々がなんか減塩し始めてるとか言うから、うん、なんかちょっと畜産悪いなと思ってパフォーマンスで吸ってくれたんかな、こっちはこっちの方が美味しいよみたいな、美味しいよみたいな、うん、まあでもちょっとしたら出んといけんね、そうそう、あ、そうやね、もう5時半やから、